さすがにどうかしちゃってるって正直思いました。泉房穂がバッサリして、公益通報をもみ消そうとする斉藤知事の愚かさ。内部告発をした職員が亡くなった兵庫県知事の斉藤知事は公益通報に当たらないと主張しました。公益通報の対応の方法について泉房穂氏がテレビでこのようにコメントしました。身内でちょっとした調査でいきなり処分ですから、あれもこれも手続きが間違っている。尊い命が失われた兵庫県政、それでも斉藤氏は開き直っています。今回の動画では斉藤知事が公益通報をもみ消そうとしている事実を取り上げます。動画の最後には兵庫県議員から追及を受ける斉藤知事の映像をお見せします。ぜひご覧ください。3月27日の会見におきまして、嘘800を含めて文書を作って流す行為は公務員としては失格という強い表現をしたことについては反省をしております。私がこのような強い表現をした理由としては、まず一つ目として、私自身について書かれたことに事実と異なることがあるということ、そして職員の実名や企業名、団体名、地方自治体名などがいずれも実名などでなされておりまして、事実と異なる記載が多々あるということでした。でかつ、その内容が真実であるということを裏付ける資料や供述内容も示されていなかったということです。そして元西有馬県民局長自身も文書の作成や配布を事実と認めた上で、記載や内容については噂話を集めて作成したということです。多くの職員の皆さんや民間の皆さんが日々業務等に取り組んでおられる中で、県の幹部職員がこのような資料を配布、作成配布したことについて、大変残念な思いが正直あったということが背景にございます。そして4月の4日です。3月の27日の会見の後、4月の4日に元西有馬県民局長が兵庫県職員公益通報制度に基づく公益通報相談窓口にも通報され、その旨が本人からマスコミ宛に文書として配布されたというふうに聞いています。なお兵庫県の県職員公益通報制度は、通報者そして通報内容の秘密が守られた中で調査が行われます。そのため通報がなされたか否かという情報であったり、どういった内容がされたかということを含めて、その通報に関する情報は通報窓口である財務部が管理するということになってまして、それを他部局と情報を共有するという設計にはなってないということでございます。これまで記者や県民の皆さんから、当該事案は公益通報に当たるのではないか、公益通報に該当するため通報者は保護されるべきであり懲戒処分は不当だという趣旨のご意見を多数いただいております。公益通報との関係性や認識についても改めてご説明をさせていただきます。まずこの資料、私から見て右側の資料ですけれども、前提として公益通報は公益通報者保護法という法律で定められております。その法の趣旨に即しまして、県独自の事業者内部の通報制度として兵庫県職員公益通報制度を独自に整備をしております。公益通報として取り扱う通報対象事案事実については、公益通報者保護法は国民の生命、身体、財産、その他利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為等というふうになっておりまして、列挙された法律に該当する行為のみというふうになっております。一方で県の職員公益通報制度は、法令違反の事実、そして職務上の義務違反、その他県民の信頼を損なう恐れのある行為を事実を対象としておりまして、幅広い事案についての通報が可能となっております。通報者の法要件にも違いがございます。公益通報者保護法において事業者内部への通報の場合はですね、この資料で見ますと、左側になりますけれども、公益通報保護法において事業者内部への通報の場合は、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを資料することのみがとなっておりまして、そのように資料したことに相当の根拠があるということは求められてはいません。一方で外部通報の場合にはですね、通報対象事案が生じ、またはまさに生じようとしていると
信ずるに足りる相当な理由があることが要件になります。信ずるに足りる相当な理由があるかどうかというものは、ここにも書いてますけども、内閣府の、消費者庁のハンドブックですけども、信ずるに足りる相当な理由があるというかどうかというものは、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠、そして関係者による信用性の高い供述など、相当な証拠が必要とされているというふうにされます。もう一回繰り返します。信ずるに足りる相当な理由があるかどうかは、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠、関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要というふうにされております。元西播磨県民局長は、3月の12日に、当該文書を報道機関を含めた県庁外部の方に送付をされたとされています。その行為が公益通報保護法における外部通報、その他の外部事業者外部への通報にあたり、通報者への不利益な取り扱いは禁止されるはずだというご指摘もいただいています。繰り返しになりますけれども、報道機関への文書配布が外部通報にあたって不利益な取り扱いが禁止されるかどうかについては、通報対象となっている事実が公益通報者保護法等で定められた法律に違反する犯罪行為に該当する具体的な事実が記載されているということ、そしてその事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由があるということが必要となります。しかしながら配布されました文書に記載されている内容の大半は公益通報者保護法等で定められた法律に違反する犯罪行為に関するものではないということです。通報された内容が生じていると信じたことについても元局長は3月25日においてこちらになりますけれども、文書は噂話を集めて作成したものであるというふうに説明しております。また真実であることを裏付ける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しないというふうに報告を受けていました。その後、合計6回にわたりまして人事当局が事情聴取を行っていますが、その説明が変更されることはなかったということも報告を受けています。こうした状況から信ずるに足りる相当の理由が存在したというのは認められず、法律上保護される外部通報に当たらないというふうに認識をしております。なお3月の県民局長から総務部付きの人事異動の部長級の人事異動の時点では外部通報に当たらないとする法的な見解までは有していませんでしたが、元西播磨県民局長は3月25日においてこちらですけれども、文書は噂話を集めて作成したものであると説明しております。また真実であることを裏付ける証拠、関係者による信用性の高い供述などが存在することは説明されていませんでしたので、外部通報として保護されないことを示す事実、すなわち信ずるに足りる相当の理由が存在しないということを示す事実は入手していたということになります。よって異動、人事異動や懲戒処分に問題はなかったというふうに考えております。で次に兵庫県職員公益通報制度との関係性です。元西播磨県民局長は4月4日に兵庫県の職員公益通報制度の相談窓口に通報されたことを公表しています。公益通報は事業者内部への通報の場合、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると資料することをもって法要件と見出すため、今回のケースに当てはめても通報者は保護されるようにはなっています。しかしながら元局長は3月12日時点で事実と異なる内容を記載した当該文書を報道機関や県議会等に送付をしています。後から広域通報の手続きを取ったとしても、それ以前に行われた文書の配布行為が遡って広域通報として保護されることになって、懲戒処分を逃れることにはならないというふうに認識しております。広域通報制度における通報者の保護の趣旨は、通報したことによって不利益を生じさせてはならないというものです。今回は通報した行為ではなく、通報以前に行われていた文書の作成配布行為を非行為として、当該行為を含む4つの非行為を認定し懲戒処分を行ったものであります。その点からも問題はないというふうに考えております。
これまで申し上げました通り、広域通報制度の関係から見ても、広域通報として保護されるための要件が満たされていないことから、今回の対応に問題はなかったというふうに私たちとしては考えております。私からの説明は以上です。最初3月12日に、報道機関等に文書が配布されて、この時点では、その後の調査では、先ほどおっしゃったみたいに、その外部通報に当たらないという今結論になったと思うんですけども、3月の20日ですかに文書を把握された段階で、この内容がその広域通報、いわゆる外部通報に当たるとみなしていたのかどうか、そこはどちらでしょうか。そこまではみなしてなかったと思います。やはり、パッと見たときに、事実でないことが多々含まれる文書であるということ、そして一つ一つ内容について、例えば具体的な誰から具体的に聞いたということはない文書だなと。いうのは認識していますけど、広域通報かどうかというところまでは具体的には認識はしなかったというふうに思います。それは認識してないというのは、その外部通報に当たるかどうかということを検討しなかったのか、検討した上で外部通報に当たらないと考えたのか、どちらでしょうか。そこまでいろんな通報的なあり方となるっていうのは当然分かってましたけど、ただこれが当時ですね、広域通報に具体的に該当するとまでの判断を3月の20日等の時点でしてたということは、そこまでではないです。外部通報に当たるかどうかって検討はされたけども、外部通報には当たらないという判断で内部調査を進めたと。そこまでではないですね。外部通報に当たらないとか当たるとかっていう法的な見解まではその時点ではそこまではなかったと思います。ただやはり真実相当性が相当ない文章が配布されているということは信じるに足りる理由が、私自身が当事者として、見たとき、それから添付されている資料にも特に内容も含めて、例えば私が商工会議所でこういうことを言ったというのも、例えば商工会の誰かから聞いたとかっていう裏付けとかですね、そういった供述内容が一切書かれてないものでしたので、そういった意味で信ずるに足る相当の理由がない資料であるということは認識してました。今のお話からすると、厳密にその外部通報に当たるかどうか、3月の20日の段階でその検討されたわけではないということだと思うんですけど、であれば知事ご自身が今回の件はその疑惑の対象になっているわけで、知事ご自身でこれは事実じゃないとお考えになっても、それが客観的な事実とはその時点では言えないと思うんですけども、だから本来はそこで、今いろいろ指摘をされてますけども、本来はそこで内部調査をする前に、外部通報を捉えて広域者保護法に基づいて、その告発者である元県民局長を保護すべきじゃないかというのが批判の一つだと思うんですけども、そこはどう考えますか。3月の20日で把握した当時の外部通報を含めた広域通報の法的な詳細な見解までは有してなかったと思いますけども、その後やはり内容はそのものがやっぱり先ほど申し上げた通り、私自身が当事者として事実でないということ、そして客観的な裏付けとなる証拠とか供述がないということから、もう信じるに至る相当の理由が存在しないないという文書だということは認識してましたね。だからその後に調査をさせていただいて、そして3月5日に県民局長に事情聴取をしたところ、本人も作成配布を認めたということ、それからここがポイントなんですけども、文書の内容は噂話を集めて作成したということを本人が供述されてますので、この時点で外部通報として保護されるというふうな信じるに至る相当の理由が存在しないということが、そこまでその法的な見解まで私が詳細を詰めたわけではないですけども、この時点で外部通報として保護されないということを示す事実ですね、信ずるに足りない、足りる相当の理由が存在しないということの事実は私としては入手したということになります。私は自民党県議団兵庫県民連合から提案をされた元県民局長の文書問題の内容調査、いわゆる百条委員会の設置に関する動議に賛成の立場で討論をいたします。本件は広域通報に対し県が報復人事を行った可能性のある極めて重大な問題です。
和歌山市では公益通報後に異動になった職員が自殺するなど、公益通報に関し社会的に重大な課題が投げかけられています。兵庫県は5月7日、前西播磨県民局長が今年3月に議員やマスコミなどに配布した内部告発文書について、知事や一部幹部職員を誹謗中傷し、他方面に流出させたことで、県政への信頼を著しく損なわせたとして、その他の問題と合わせ停職3ヶ月の懲戒処分を発表しました。県民局長は告発文書について、4月に広域通報しているにもかかわらず、その判断を待つことなく、人事課は告発文書を確信的部分が事実ではないとして、誹謗中傷文書と判断し、その他の後付けの行為を含め処分を下しました。一方、産業労働部長は告発文書に記載がある6万円相当になるコーヒーメーカー、トースターを知事に無断で受け取っていましたが、その説明として知事が目の前で受け取りを断ったにもかかわらず、知事が受け取るかもしれないと思い、僕宛に送ってくださいと自分の判断で依頼したと信じがたい説明をしています。個人での物品受け取りは、先ほどもありましたが、単純収賄の疑いがあり、免職になる可能性があるにもかかわらず、それは処分対象にはならず、長期にわたり返還を断っていたことのみの責任が問われ、実質的には何のペナルティもない訓告処分でした。産業労働部長の行為の方が重大だと私は思います。そこでまずは告発文書の事実確認を行います。告発文書については、産労部長でしたが、コーヒーメーカーの受け取りは事実として存在していました。同じく文書にあるスポーツウェアについては、知事は兵庫県内のスポーツメーカーから T シャツ3枚、ポロシャツ3枚など衣服10枚とシューズ3足を提供され、イベント時等に着用しています。県民局長は告発文書の中で貸与と言えるかどうかと疑問を示していますが、事実関係は概ね間違いありません。貸与ということですが、ロードバイクなどを受け取っているのも事実。アイアンセットについては事実関係が不明です。また、県職員アンケート調査では、21人中6人から物品受け取りに関する記載があり、贈答品の記載はすべて正しいのではないか、との記載や、告発文書で指摘された以外のもので、段ボール箱を一箱の海苔や、日本酒、チェアだったか、手作り家具などの供与を受けたと聞いているなどの記載があります。事実関係は不明です。そこで私は、斉藤知事もしくは県が様々な物品提供を受けているのではないかと、2011年から23年度に知事、副知事、秘書課が受け取った物品、贈与貸与を含めての管理簿、知事室及び知事応接室に展示してある物品リストでの情報公開請求をしましたが、公文書は不存在ということで非公開決定が出ました。つまり、提供された物品を誰かが無断で持ち帰ってもわからない状態が存在していたということです。合わせてコーヒーメーカーについてアンケートでは産労部の職員から向かいの会議室、倉庫のことだと思いますが、で、見たことがないと聞いた。別の職員は秘書課の倉庫から出てきたと聞いたよとの記載もあります。事実関係は不明ですが、産労部長がコーヒーメーカー等の受け取りについて正確に報告しているのかどうかの再調査は不可欠です。優勝パレードの陰でと書かれた告発文書では、そこで信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補ったと記載されています。私が担当課に確認したところ、10月頃に中小企業への事業継続支援として、事業者への伴走支援を実施する金融機関に対する補助を継続することを決め、実際の支出はまだ先ですが、すでに4億円の交付決定が行われています。その補助を受ける金融機関20社中12社が優勝パレードで寄付をした金融機関です。パレードの寄付金申し込みは10月18日からなので、2つのことは同じ時期にスタートをしています。県人事課は前年度よりも補助総額が下がったから問題なしと本件について説明をしていますが、明らかに論点ずらしの説明であり、翌年度に継続が決まっていない事業がなぜ継続されるようになったのか、その経緯について誰が発案者で、担当者は誰からどのような指示をされたのか、
金融機関への聞き取りも含め、すべてを明らかにする必要があります。告発文書が事実だとすれば、大問題です。パワハラについては、私が行った県職員向けアンケート調査において、匿名であり事実関係は不明ですが、7人から知事のパワハラについての記載がありました。パワハラ部分は県民局長の記載は正しい。知事のパワハラ気質は事実。局長文書の20メートル手前で公用車から降りて怒鳴り散らされたエピソードは多くの職員が知っている有名なもの。その他事実関係は不明ですが、アンケートでは町外での公務イベント時には目的地に15分前に着かないと激怒などの記載もあります。また5月に掲載されたハンターというネット記事では、内部告発に名前の出てくるうちの2人から私ははっきりと知事選は斉藤で頼む、商工会でも応援してほしいという趣旨のお願いをされました。優勝パレードに寄付した信用金庫がうちの会社の取引金融機関です。昨年12月の忘年会で信用金庫の幹部と話したときに、兵庫県は小さな信用金庫にまで寄付を求めてくる。すぐに返事をしないでいると補助金がついた。そのお礼で寄付をした。いい宣伝にはなったが露骨だとの記載もありました。それらの事実関係も確認する必要があります。以上のように告発文書について明らかに事実の記載があり、パワハラ疑惑、その他の疑惑も存在しています。上智大学の奥山俊博教授は、X や新聞記事等において、文書の内容が嘘800ではなく、真実相当性がそれなりにあるのであれば、広域通報に該当し、文書を作成した県幹部職員への報復的処遇が違法性を帯びる可能性がある。合わせて、通報内容に誤りや思い込みが若干含まれていても、刑法に抵触すると信じるに足る相当の理由があれば、法的保護の対象となる広域通報に該当する可能性がある、と述べておられます。少なくともその可能性があるのであれば、本件については広域通報の判断を待ち、その上で処分を検討しても遅くはなかったのではないでしょうか。県幹部職員が知事が発言した嘘800に沿う形で影響力を行使しやすい人事課の調査を先行させ、広域通報委員会の結果も外定的に縛ろうという意思があったのではないかと疑ってしまいます。また、人事課の調査について告発文書にある信用保証協会の顧問弁護士が関与しており、第三者性、中立性、客観性に疑問が残るものでした。以上のことを踏まえ、私はこれまでの県の対応について次のように判断をいたします。前県民局長は決して少なくない職員の中で当たり前に語られていたことを文書に記しただけではないかと考えます。県人事課調査については事実関係確認が不十分であり、告発文書に正確性に欠ける部分はあるが、大まかな事実が合っているものがかなり存在しているのではないでしょうか。前県民局長の告発文書についてパワハラ問題などを含め、まだはっきりしていないものや新たな情報が明らかになっている中で誹謗中傷文と断定するのは時期尚早です。また告発文書は本来であれば公益通報と考えるべきで、100歩譲っても公益通報委員会の判断が出た後に意図的な虚偽が明確になれば、その段階で処分を検討すべきでした。事実確認が不十分な中での懲戒処分は極めて大きな問題があると考えます。そこで百条委員会において告発文書が公益通報と評価しなかった経緯を調査すること、人事課の調査手法や内容判断が適切だったかどうか調査すること、告発文書が事実かどうか調査すること、産業労働部長のコーヒーメーカー受け取りについて再調査すること、県職員アンケートを含め知事等のパワハラ行為が繰り返し行われていたのかどうか、パワハラアンケートなどを実施し調査すること、県職員は守られる保証がないので、パワハラを申し出ることはできません。企業などから知事に対して物品提供が当たり前に行われていたのかどうか、個人的な持ち帰りがないのかどうか調査すること、またその管理の仕方を調査することなどを求めます。なお、百条委員会の設置の反対意見として、第三者委員会と百条を並行して設置することが疑問、県政に混乱を招き職員に負担をかけるという意見が聞かれます。また、百条委員会の設置が清掃になるという発信している議員もおられます。それらについては、本県が
広域通報の報復措置が行われた可能性のある重大な事件だということを理解していないのだというふうに思います。また、県職員の事務負担は双方の委員会の調査内容を一定共有することで軽減することができます。知事が事実を明らかにしようとしないから大きな負担になることは忘れないでいただきたいと思います。さらに清掃になると発信する方はまさにその発信で議論を清掃に持ち込もうとしていると感じます。最後に第三者委員会を設置しても今の知事の姿勢を考えると真実が明らかになるのか不安を感じています。もう一度繰り返しますが、前県民局長が告発文書を一部のマスコミなどに公表してから嘘800と批判し、逆に嘘800の根拠やご自身のパワハラなどの疑惑については問われた一部を除き、この間県民に十分に説明はしてきませんでした。嘘800の言葉をご自分の隠れ蓑にしている感があります。また、知事の対外的な発信は県の方針に関わります。そのため人事課の調査は、知事の嘘800発言に合わせる形で結論が導かれたのではないかと想像します。10調べればわかる話を1しか調べなければ結論は変わります。そこで公正中立な調査をするために、嘘800は表現がきつすぎたで終わらせず撤回すること。人事課の調査が妥当という判断は最低でもペンディング、棚に上げること。前県民局長の処分を撤回もしくは執行停止すること。そして知事として、すべての県職員に対し、今回の問題で皆さんが感じた真実を第三者機関及び百条委員会で話してほしいと発信することです。最後の項目が特に重要です。合わせて百条委員会を回避する手立ては、副知事が自民党などに働きかけることではなく、百条委員会が始まる前に知事がかけられているすべての疑惑に対して県民に誠実に真実を語ることです。それですべてが終わります。以上の意見を添えて百条委員会の設置に賛成いたします。議員各位のご賛同をお願いをいたします。ありがとうございました。皆さん、今回の動画はいかがでしょうか。斉藤知事は自分に対する告発文を公益通報とは見なさずに、身内の調査で不当に処分しました。その結果、2人の尊い命が失われることになりました。しかし、斉藤氏は非を認めることをせず、自分の保身に走りました。元大阪市長で弁護士の橋本徹氏は斉藤知事のパワハラ問題について、このようなコメントを残しています。斉藤知事が絶対やっちゃいけないと思ったのが、告発についてこれは虚偽だと言っちゃったわけ。これはダメですよ。そして斉藤知事の記者会見を見た視聴者の反応を紹介します。元県民局長さんが亡くなってるからって死人に口なしで本人が噂話を集めて作ったと連呼するのは本当に鬼畜の所業だと思う。何を根拠に自分を正当化しているのかが全く理解できない。屁理屈を並べ立てて全く醜くて見ていられませんね。イコール運動が起こることを期待しています。困難に立ち向かってる自分に酔ってるのでは。悲劇のヒロインならぬ悲劇のヒーロー的な。兵庫県庁の他の方々はこんな信用のできない知事のために事実をねじ曲げようと動いてるんでしょうか。公益通報をした人は法律により不当な人事異動や減給、解雇されないと決められています。しかし斉藤知事は公益通報を自分の都合でなかったことにし、告発した人を不当に処分しました。その結果、職員が亡くなってしまうという最悪の結果を招きました。正義のために立ち上がった人を結果的に死に追いやってしまう。斉藤氏の行動や発言は許されるべきではありませんし、百条委員会の開催は妥当です。百条委員会では県職員の 40% 近くが斉藤氏のパワハラを見聞きしていたという調査結果が出ています。それでも斉藤氏は内容を承知しておらずコメントは差し控えたいとしか述べておらず、一向に自分の過ちを認めてません。ただでさえ許されない行為をしていることが明るみに出ているのに、未だに認めない斉藤氏は知事失格です。いち早く辞任してほしいものですね。悪事が暴かれても未だに認めない斉藤氏、今後の兵庫県政がどうなるか見ものです。斉藤知事に辞めてほしい人は斉藤氏リコールとコメントしてください。斉藤知事のパワハラ解明について今後も気になる人はチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。